さてと、それじゃあ探索を再開しますか。そうだジョゼット、この辺りに他の場所に通じている出口はあるのかな。それが見つかってないんだよね。隣の外区に渡るための橋も完全に落ちちゃってるし。困ったわね。とにかくもう一度町の中を一通り調べてみよう。ひょっとしたら何か手がかりがあるかもしれない。そのごめんなさい。あれ、なんで謝るの。心当たりがないなら堂々としてれば。さすがにかわいそうかしら。何これ。どうやら当時の市民の氏名と生態パターンを照合しているらしい。両方が合致しないと手続きが進められないみたいだね。正直お手上げって感じなんですけど。いずれにせよ相当高度なシステムみたいだ。一度アルセイユに戻ってラッセル博士に相談した方がいいかもしれない。これでやっとこの乗り物が使えるのよね。そうだね、早速試してみようか。かなりのスピードなのにほとんど揺れなかったし、正直大した技術だと思うよ。それはそうだけど、せっかくの景色なんだからもう少しゆっくり走って堪能させてほしかったかも。まったくのんきなもんだよね。ま、確かにちょっともったいなかったけど。でもこれのおかげで随分探索も楽になりそうです。新しい駅を見つけたらすぐに使えるようにしたいですね。おお、お前たちどうじゃ、何か面白い発見でもあったか。面白いかどうかはよくわからないけど、気になるものを見つけたのは確かね。ほう、何を見つけたんじゃ。ええ、実は。なるほどの、ゴスペルを再発行させるには登録された氏名が必要なわけか。うん、そうなんだけど、いくら博士でも昔の住民なんて知らないわよね。当たり前じゃ、あいにくそこまで長生きしとらん。しかしデータクリスタルには過去の出来事が記録されておるはずじゃ。カペルの解析データを見れば何かヒントが得られるかもしれんぞ。なるほど、可能性はありそうですね。データクリスタルか。うん、他に手がかりもないし早速調べてみるとしますか。
空間転移か。どうやら大昔に使われていた本物のゴスペルみたいですね。うん、結社が作ったレプリカと雰囲気が似てるかも。やっぱりシリンの塔の端末にあったセレスト・ディ・アウスレーゼはクローゼのご先祖様だったみたいだね。はい、おそらくこの都市から市民を脱出させた責任者だったのでしょう。生態パターンが私と似ていたのは偶然によるものだと思いますけど。偶然じゃなくて女神様のお導きだったりしてね。とりあえず持っていたら何かの役に立つかもしれないし、ありがたくもらっちゃいましょう。そうですね。どうやら前のようにはいかなくなったみたいだね。さっき手に入れたゴスペルをこの端末の前で使えば。ここはかなり広い場所に出たね。こりゃまた見渡す限り大きな建物が並んでるね。道もかなり広いですし、一体どういう場所なんでしょう。ひょっとしたらここは工業エリアかもしれない。大量の水も工業用水と考えれば説明できるんじゃないかな。なるほど、確かに言えてるかも。よし、早速探索を始めますか。まさかこんなところまで連れてこられちまうなんてな。これから俺たち何をさせられるって言うんだ。さあな。ただ教授と執行者が揃って出かけたことを考えると大した任務は残ってないだろうさ。せいぜい空賊のような連中を捕まえる程度じゃないか。そういえば確かリベールの飛行船が不時着していたはずだろう。そちらへの対応はいいのか。教授たちが戻るまでは放置しておけとの命令だからな。ま、船を修理するまでは連中だって何もできないだろうさ。グロリアス、こんなところに泊まってたんだ。ジークの言っていた通り浮遊都市の東側でしたね。それにしてもなんて大きい。とりあえず敵の親玉たちがいないってことはどうやらチャンスみたいだね。ありがとうあんたたち。
あとは僕一人で兄貴たちを。あのね、何寝ぼけたこと言ってんの。なんだと？君一人に突入させるなんてできるはずないじゃないか。僕たちも協力させてもらうよ。でも、ああ、だからこれも遊撃士のお仕事なんだってば。ごちゃごちゃ言ってないで装備の確認でもしときなさいよね。言っておくけど、こんなことで恩着せようなんて思わないでよね。あんたとはいろいろな意味で馴れ合いたくはないんだから。うん、それはこっちのセリフよ。まったくもう、年下のくせに可愛くないんだから。はあ、とにかく準備を整えたら見張りを倒して館内に侵入するよ。うん、了解。一度館内に入ったらキールさんたちを救出するまで脱出している余裕はない。グロリアスに突入するかい？オッケー。ジョゼット、ちゃんとついてきなさいよ。それはこっちのセリフだよ。な、で、敵襲？貴様らは！お前たちの船はまだ修理中なのだろう。どうしてこんなところにいる？あいにく自分の足でここまでたどり着いたのよね。兄貴たちを返してもらうよ。任せて。はあ、任せて。うわあ、私の番ですね。そこ任せて。はっ、私の番ですね。ジーク、お願い。僕の番だね。はっ、まだ。よっしゃ、一丁上がり。よし、このまま館内に突入するよ。ジョゼット、ついてきて。これがグロリアスの中。とても船の中とは思えない広さですね。まあ実際うんざりするほど広いわよ。それに結社の人形兵器があちこちに放たれてるだろうし。あんたたち、この艦から脱出したことがあるんだよね。兄貴たちの居場所見当はつく？あ、うん、そうね。私が最初に閉じ込められた船室あたりかもしれないけど。いや、あそこは一応客室だからね。多分監禁用の牢屋に閉じ込められているはずだ。監禁用の牢屋？そんなものまであるんだ。前に脱出した時には見かけた覚えはなかったけど。あの時は脱出防止用の電磁バリアが展開していたから行ける場所が制限されていたんだ。今はまだ電磁バリアが展開されていないみたいだから、ドルンさんたちを助けるチャンスかもしれない。それでその牢屋はどこにあるの？この先の通路に下の階に続く小階段があった。そこを降りれば牢屋のはずだよ。牢屋に降りる小階段ね。よし、
まずは調べてみましょう。みんな！な、ジョゼット。それに小僧じゃねえか。お嬢！どうしてここに？よかった。みんな無事だったんだね。今助けてあげるから待っててよ。助けてあげるって、おいヨシア、一体どうなってるんだよ。というか、どうしてお前らまでこの浮遊都市に来てやがるんだ。うん、実は。なるほど、そんなことがあったのかよ。あのな、ジョゼット、俺たちはお前を逃がすために体を張って捕まったんだぞ。それなのにお前と来たら。勝手なこと言わないでよ。一人ぼっちになってまで僕は助かりたくなんかない。兄貴たちと一緒に捕まった方がまだマシだったよ。バカ、お前は女だろうが。少しは自分の身の安全を心配しろっての。そんな言い方はずるいよ。大体キール兄はいつも都合のいい時だけ僕のことを女扱いしてさ。なんかすっごく仲がいいわね。ちょっと羨ましいです。おいおい、こんなところで兄弟喧嘩始めるんじゃねえよ。たく二人とも、いつまでたってもガキのままだな。ドルン兄。でもよ。来ちまったのは仕方がねえ。一緒に脱出するしかねえだろう。それで小僧、どうやって俺たちをここから出す？そうだね、どうやらこのエネルギー障壁は完全にロックされているみたいだ。プロテクトを外すのは正直難しいかもしれない。なるほどな。そんな、それじゃあ力ずくでこじ開けられない？爆弾か何かを使っちゃうとか。いや、このエネルギー障壁は普通の爆弾じゃ傷一つつかない。かといって強力すぎるものを使ったらキールさんたちが危ないだろうしね。ここは最新のセキュリティカードをどこかから調達するしかなさそうだ。セキュリティカード？それを使えばこの障壁を消せるの？確かあの端末にカードを通せば障壁が解除されるはずだ。僕が前の潜入時に入手したものはもう使えなくなっているはずだから、最新のカードが必要だけどね。なるほど。それで最新のカードってどこに置いてあるものなの？前方区画の第2層、前に君が監禁されていた部屋の周辺に保管されているはずだ。そっか、早速調べに行った方が良さそうですね。キールに、ドルに、それからみんな、そういうことだからもうちょっとだけ待っててね。すぐにカードを見つけて戻ってくるから。はあ、仕方ねえな。小僧、それに遊撃士の嬢ちゃんたち、その跳ね返りが無茶をしないように頼んだぜ。あ、任せて。ま、ちゃんと手綱を握っとくから安心してて。ふん、僕なんかよりもはるかに無鉄砲なくせに、よく言うよね。あんですって？はいはい、そのくらいで。それじゃあ一旦出口付近まで戻ろう。前方区画の第2層に行くには反対側にあるエレベーターを使う必要があるからね。分かった。では行くとしますか。確かこの辺りが私が捕まっていた区画よね。うん、前方区画の第2層だ。両兵たちに作戦を伝えるためのミーティングルームとしても使われている。最新のセキュリティカードはこの辺りに保管されているはずだよ。それじゃあ早速調べてみようよ。はいはい、分かってますって。とりあえず部屋を一つ一つ調べていきましょう。そしてそれがさっき言ってた最新のセキュリティカード？
間違いない。これを牢屋の端末に通せば障壁を解除することができるよ。やった、よかった、これで急いで牢屋に戻りましょうか。やっと捕まえたよ。ギルバート、先輩、館内にいたのか。やれやれ、館に侵入した連中がいると聞いてどんな愚か者かと思ったが、やはり君たちだったわけか。あれ、ねえこいつ、あんたたちの知り合いなの？ええ、王立学園の OB ですが。汚職市長の元腰巾着で、私たちが捕まえたんだけど。クーデターの時の混乱で脱走して、結社に身を投じたらしい。やっぱりそっか。僕たちと同じく、デイストン要塞の地下に捕まっていた、市長秘書だよね。僕は無罪だとか言って、泣きわめいてたからよく覚えてるよ。まあそんなに気にする必要ないと思うわよ。そういう情けない経験を糧にして人って成長するもんだと思うし、そんな格好をしてる時点で糧にはなっていないみたいだけど。エステル、全然フォローになってないよ。貴様ら、どこまで僕をコケに。いいだろう、もう手加減などしてやるものか。この新ギルバートの力、思う存分見せつけてくれるわ。13工房の新型か。獅子型人形兵器、ライアットアームズだ。その脅威の性能に戦慄するがいい。任せて。私の番ですね。アーツ駆動。さてと。ま、見ててごらんよ。そこ。これで貴様もおしまいだ。これで貴様もおしまいだ。さてと。アービー、これで貴様もおしまいだ。僕の番だね。一気に攻めつつ、アービー、これで終わりだ。アービー、オーバルマインセット。え、ダービー、恨み晴らさでおくべきか。お任せを。任せて。
私の実力よ。バカな、この僕が、シン・ギルバートが。ちょっといい？確かに今までの人形兵器より段違いに強力だったけど。でもそれってあんた自身が強くなったわけじゃないんだよね。え？確かに真というのは少し違うような気が。ギャフン。さーてと急いで牢屋に戻ろっか。そうですね。兄貴たちを助けないと。さすがにかわいそうかな。認証しました。ロックを解除したい障壁の番号を選んでください。ロックを解ロックをおお、助かった。ケールニー、ドルンニー、ジョゼット、お前らにもでかい借りを作っちまったようだな。いや、お互い様だよ。そうそう、前に脱出した時にはこちらが助けてもらったんだし。やば、どうやら僕たちの動きが完全に掴まれたみたいだ。みんな急いで脱出しよう。うん、よーし、一丁逃げるとするか。野郎ども、遅れるんじゃねえぞ。アイアイさん、なかなか楽しませてくれるじゃないか。あの様子だったら今日中には中枢島までたどり着けそうだな。でもここまで予定通りだと見届け役の意味ってないよね。真の最終幕が上がるまでもう少し時間がありそうだ。それまでギルバート君でもいじって楽しませてもらおうかな。そんなわけで俺たちは山猫号の修理をとっとと始めちまうつもりだ。幸い材料は調達してあるからなんとかなるとは思うんだが。機体の方はともかく、問題は例の動力停止現象だ。要するに無理して飛んだとしても都市から離れた途端に墜落するんだろう。ゼロ力場発生機の大型版がないとそうなっちゃうと思うわ。アルセイユのラッセル博士に応援を頼んでおこうか。まあ都市の中なら動力通信も使えるみたいだから、必要ならこちらから連絡するさ。それよりもお前らの方はこのまま輝く輪を探すのかよ。うん、そのつもりだよ。それがこの浮遊都市に来た私たちの本当の目的だし。あ、そういえばそんなことも言ってたっけ。宝探しとかじゃなかったんだ。あのね、あんたたちと一緒にしないでよ。だったらジョゼット、お前このままヨシュアたちと一緒に行動したらどうだ。え、山猫号の修理は俺たちだけでも十分だからな。
お前にはどちらかっていうと情報収集をしてもらいてえのよ。あ、なるほど。確かにこうなった以上、アルセイユと山猫号の間の連絡係も必要になりそうだし、いいかもしれないね。うん、私も同感。結社に対抗するためには味方は一人でも多い方がいいしね。ジョゼットだったらサポート役としても信頼できるし、来てくれたら助かっちゃうわ。あれ、どうしたの？いや、その、なんていうか。ねえヨシア、これって本気で言ってるわけ？そういう子だからね。頭痛くなってきた。な、何よ、その微妙に呆れた顔は。いや、微妙じゃなくて思いっきり呆れてるんだけど。あ、アンデスって？いやどうやら話はまとまったか。それじゃあ俺たちは山猫号に戻るぜ。ジョゼット、くれぐれも気をつけろよ。あ、うん、兄貴たちも気をつけてよね。また警署の連中が襲ってこないとも限らないし。心配するなって。ま、せいぜい気をつけるさ。ネットワークを管理する中枢から操作されたということか。どうやら結社は都市機能をかなり掌握しつつあるみたいだ。そうだ、一つ忘れてた。お前たち ORPHEUS って言葉をどこかで聞いたことはないか？な、何それ？ ORPHEUS、 オルフェウスって読むのかな。その言葉がどうしたの？いや、俺たちを見張っていた両兵どもの会話に出てきたんだ。妙に意味ありげな言葉だったから覚えておこうと思ったんだが。そうなんだ。確かに気になるわね。あ、ひょっとして。うん、工業区画の駅の端末だね。あ、ヨシアもそう思う？ん？どういうことだ？なるほど、そいつは確かに臭いな。試してみる価値はあるんじゃないか？やっぱり？ありがとう、キールニー。早速確かめてくるよ。あれがアクシスピラー。墜落して以来
ずっとあの塔を見てきたけど、ここまで大きな塔だったなんて。ねえヨシュア、あそこにベーベや教授たちがいるのかな。可能性は高いと思う。どうやら都市の中枢を司る場所みたいだ。輝く輪の手がかりだってあるかもしれないからね。そっか、どうする、このまま突入しようか。レーベたちがいるなら今までとは比較にならないほど厳しい戦いになると思う。一度アルセイユに戻ってから万全の準備をすべきかもしれない。ユリア大尉にも探索状況を報告しておきたいしね。うん、そうね。それでは早速駅を探しておきましょう。ようこそ遊撃士諸君。諸君がたどり着くことを想定してここにメッセージを残させてもらった。復員計画は最終局面に移行し、輝く輪が真に目覚めるのも近い。君たちにもその場に立ち会ってもらおうとも思ったが、ただ案内するというのもつまらぬ話だ。そこで一つゲームをしよう。中枢塔の各所には私の協力者たちが待ち受けている。彼らを突破し頂上までたどり着けば、諸君に輪の復活を見せてあげよう。それでは楽しみに待っているよ。蛇の使徒第三中、ゲオルグ・ワイスマン。 PS ヨシュアへ。大切な家族や仲間との再会を果たせたようで何よりだ。だがレーベやレンをないがしろにするのは少々感心しないな。せっかく機会を用意したのだから納得いくまで話し合ってみるといい。これは僕、この教授ってよく知らないんだけど、なんだか随分悪趣味なやつみたいだね。うん、とことん性根が歪みまくってるんだと思う。ね、ヨシア、気にする必要ないんだからね。大丈夫、気にしてないから。それよりレーベたちはやっぱりあの中にいるみたいだ。気合を入れる必要がありそうだね。うん。よし、これでカルマーレからアクシスピラーまで簡単に行き来できるようになったね。はあ、長い道のりだったわ。ああ諸君、探索の方はどうだろうか。うん、そうか。ええ、これから中枢塔内部の探索に入るところです。中枢塔、都市機能を統括している場所のようだな。輝く輪、そして我々の敵がそこにいるのは間違いないな。よし、私も探索に参加しよう。え、私も自分の足で外の状況を把握しておきたい。それにどうやら中枢塔からは様々な都市機能に干渉できるようだ。何もせずこのまま放置しておくのも危険だろう。でもユリアさん、アルセイユの修理の方は大きな作業はあらかた片付きました。飛翔機関のテストも必要な指示は出してあります。あとは博士やクルーたちに任せておけば問題ないでしょう。そっか。うん、ユリアさんが手を貸してくれるなら大いに心強いわね。ならば自分も協力させてもらおう。少佐、この付近の安全は確保できたのだろう。ならば自分がここにいてもできることは少ない。武人は武人らしく役立たせてもらおう。で
ですが、少佐の手をお借りするのは。いらぬ気遣いだ。正直に言わせてもらえば、あのお調子者を外に出すのがいささか心配ということだからな。少佐というわけだ。我々の手を借りたいときはいつでも言ってくれ。うん、わかったわ。こちらこそよろしくお願いします。